だけこういうマウスピースがキーワード奥を入れになったら、だけど別にマウスピース作らんでいいならここブリッジしたりインプラント入れたり何らかしらしたらいいと思うけど 5,6 年何もなってないけど、だけどここを抜いてしまったらここの固定がなくなるね。今度ここに負担がかかると何を言ってるかというと手をこう手のひらを出してで手の指3本出してポンポンって叩いてここ痛くなかろ、うん、人差し指出してこうやって直で叩いて痛い、要は3本叩いてで一応当たってないけど普通は痛いはずと手前がだけど僕もシミは手前に刺激あれしたらさ、まあ、刺激がかかってるから手前が染みてるんだなって僕思ったけど、あのここのほら壁もないや隣接する歯もないけここ CC ポケットに下がって歯磨きできなくて、まあここを締めるとかなみたいな思ってたけど検査では奥が染みてるけだけここを捨ててブリッジかけたり健康な歯削られたくなくてインプラント、ただインプラントは、まあ、10万から40万だいたい 2,30 万で設定されてるだけど道はしてないだけどそれはよそさんに相談するって話で、でそうじゃなくてなるべく歯は抜きたくない今日写真でっていうならここをプラスチックでどうせ噛んでないやけ、大きくカバーしたらこのプラスチックの厚みで染みなくなるかもしれない、だけど今何もしなくてジンジンって表現しとけん厚いものに染みてるから何かしら何かが起こってるところだけ神経取るだけ一つが薬だけ2000円消毒させるわけ、あとはプラスチックでガードで痛みが染みが止まるか分かんない、これはもう3000円台かな、うん、で3番が神経取る、神経取ったら なくなるけどここが邪魔すぎて機械がちょっと入りきれいに治療しにくい、指が入らない時に口が痛すぎて、だけどまあ神経取ったら1週間に1回来て、まあ最後プラスチックなり銀歯入れてまあ 2,3 ヶ月コースで、4番がもう抜歯して捨て去って本当はブリッジインプラントした入れば入れた方がいいけど、あの5年歯抜いたままあの何もしなくても下の歯が入ってないから、うん、まあ、そのまま君は何年いってないか5年いってないって表現しようけん多分いかんやろみたいな、痛くないと今日やろって言って、それは僕がもうねあの治療しなさいよって言ったけど他の病院でもね遠いやろ10キロぐらいあるから近くの歯医者行きなさい、行かんくってやっぱり痛くなって手前の歯が、だから あの歯医者に行けって言われたのに行かんかってもうね怒られたら説教されたらええやけ行かんとこじゃなくて、いや何も考えてない、したら金になるけ来いや怒ることはない、うちはもうこれから先どうあるか、うん、っていう話で抜歯、うん、そしてあとは一人で喋ったけ、はい、どうするかで、わざと君賢い人さっき聞かれてたら答えれると思うけど、はい、クエスチョン&アンサー一人で喋って質問しようよ、こっち何僕は興味、いや今違いますねとか言いながら喋れてるやろ、仕事上喋るやろ、まあまあ ね、その間に痛かった、一応クオリティオブライフ生活はできるやろ、ね、ただ熱いもの冷たいもの締めるなら極端に冷たいもの、うん、ビール飲む、うん、ならもうちょっと冷まして飲みとかなんか買ったままの状態で冷蔵庫入れずに飲みって、うん、あとはお茶締めるなら冷まして飲みとか、うん、ご飯あるならちょっと冷まして食いとか、ヘリクトを何もせんでもうよかった、その夜でも喋ったけど音聞きたんでよかけんやけん、あとは僕が一人喋ってるけん質問タイム、今何時からちょっと待ってよ、ちょっと10時超えちゃって10時15分今、はい質問タイム、質問しよう、してください、抜いた場合その、この奥の手前のこの歯ですね、うん、そこに負担がかかるけんも、うん、それはそのあやけん抜いたバージョンは痛みはすっきりするけど、はい、長い目で見ると何もしなかった場合、はい、ここに負担がかかるけん、ここが今度ポシャったら今度どうなるかというと、奥の歯が2本なくなったら、物があるんですよね、え物が噛めなくなるんですよね、違う、治療がお金がないっていうなら保険診療は入れ歯しかできなくなると、あなるほど、はい、今やったらこの奥がある限りブリッジができるけん、はい、やけん抜いた後、はい、うちじゃなくていいけん遠いけん、ブリッジあの近くの歯医者ちゃんとコツコツ行きなさいよみたいな、だけどうちやったらもう うち飛んでよかけど、まあ、2,3 回でしてあげるけど、今裏の話した君一緒やけ、金属ロシアとウクライナの戦いでめっちゃ高くなっちゃった、だけど利益を確保するためにハウスの掃除で上の
保険診療はね、ルールが細かくて、君もね、細かいやろ。上、まず初診で上の歯茎検査して、上の歯茎掃除して、次の日に下の、ね、あ、なんで一つも、下の歯茎掃除して、1日してくれないと。で、1週間空けて再検査して、上下上下左右上下6ブロックに分けて6回に分けて麻酔して深く掃除すると、深い歯周ポケット4ミリ以上あるところはね。で3週間から1ヶ月空けて最終検査した後に、歯茎が土台がしっかりしたという後に肩閉じしていくんですよ。ということは合計1週間に1回うまく取れたとして、予約取れませんって言われるんで、ちゃんと、ね、取ってくれたとして9回プラス、形作って型取って1回プラス、大体ブリッジ合わせて1回プラス、最終セットで3プラス9、12回。12回を、資産12、3ヶ月かかると。それにいけるのかっていう話。へへへ。やけん、要は今日は抜いて、抜いたら3ヶ月後に穴が下がるよ。すぐ行ったら今のようなルール。君、いいだけ言うとっちゃ。3ヶ月、4ヶ月したら、普通は1ヶ月で患者の農家さんでも肩取るけど、歯茎に歯抜いた穴が塞がってないのに、肩取ったら隙間ができて食べたくなるって。で、もう全部ルール言っちゃ、裏の話ね。みんな、あんま教えてくれ。2年間、一度作ったブリッジとかリンバは、2年間何かあったら無料で作り変えてあげないかんってルールだと。これを喧嘩したからよ。わずかに使って、僕が言ったときはね、いじめられて、はい、ヤフー知恵袋って知ってる？よう、ハム相談しとしておるやん、はい、僕も昔答えてたけど、厚かましいと思ってやめた。いや、歯医者行けやみたいなね、そんなで写真、なんか下手くその写真見せられて、レントゲンも撮れるのに、そんなどうしたらいいですかって言って、病院の名前つけられ出てしまうけ、表示。ダメやったやんって言ったら、ね、何もしないのに悪く書いて、ええやろ、口コミに。いや、何も見せないんですよ、みたいな。問診、話を聞いて、皮脂見て、打診、触ったり、コンコンしたり、あとレントゲン診、レントゲン取ったりして、どれぐらい歯周ポケットがあるか、あと、そうやって患者さんに治療法を説明して、で、状況を聞いて、お値段も説明して、うちは手出していくと。やけん、揉め事が減った。昔は6000万の借金だったで。全員安いしかない。こんなんね、アナログ先生大変ですねってさっきね、褒めてくださったけど、そうじゃなくて、ちゃっちゃかちゃっちゃか回さんで、雇われた時この椅子に、椅子で何人回すって、利益率どれぐらい確保してって怒られたと、お前みたいに喋ったら、すぐ夜逃げやってたけど、そんな理想を掲げるなら、なるべく真実残したい。いけ、歯抜きたくない。だけに説明して、患者さんがダメって分かってくれるなら、見ちゃいいじゃないですかって言ったら、あおって、そんな喋ったら、お前みたいに喋ったらもう、解説が落ちて、回転率が落ちて、もう売り上げ下がるよって、医者じゃないけん、歯は何かって銀歯出て痛いでって、歯茎の掃除、真面目にやったって予防したって、分からんやつは分からんし、あとなんかようわからんけど、ずっと金だけ取っていくって言われるけん、もうタンタンタンと、高額で取れるやつ、神経取って銀歯入れるの嫌やろって、白い目入れれるよ、5万円って、で、抜いたらインプラントしか、インプラント健康に貼ってるのもったいないよ、インプラントじゃなくて、いろいろメリット、デメリットを聞いて、君が選ぶと。賢さやけだけど雇われとるときできんと。だけど一番引っ張れて、一番稼げてっていう闇の世界があるけん、あんまり言っちゃいかんけど。だけどこの裏の世界で、僕は忙しくて、仕事行ってもいいやん、もう保健所で分かるわ。忙しく、なかなか時間取れなくて、でも、やっぱり髪の汗が食うたり、手前の歯抜いたら入れ歯なんでしょって。だけど残したいから、もうブリッジ保険でできる範囲で、見た目気にしません、男だから、もう結婚してるんでって。で、解散期間、僕が言った期間で言わんで、ヤフー知恵袋で見たんですけど、今日初心で検査して、肩取って、大体合わせて、大体セットしたら、2週間で、最短2週間。今日初心聞いて、1週間後に大体合わせて、2週間後に最終セット。だから3回で最終、もう歯茎の掃除もいらないけん。ブリッジ入れてくださいって言ったら、入れれると、本当は。だけど、利益がない人に金額が高すぎて。だけ、その、喧嘩しない人、その話術を決めば、駆使できるな。そんななんでお宅詳しいんですかって言ったら、いや、ヤフー知恵袋で勉強してきましたって言えばいいんよ。うち言いたいから絶対いじめなきゃやめて。もう圧力厳しいんだから。で、ここまで説明しました。だけど僕はクオリティオブライフ、喋ってて少し痛い、今もジンジンしますって表現しようけん、そこは捨てて、その後は転勤なんですよって分かるんですよね。県外に転勤なんですよっていうのは、そこですぐに転勤じゃないやろ。前、4月転勤したら、ここに来て何年いる？ここに。
そういうことよ。今度転勤したら、あのすぐに転勤ないやろ、まあね、1ヶ月後にして、うん、3年って言ったらもういたや3回で終わるんよ。わずと僕のようにしゃべ僕のしゃべりこれどう、もうちょっと疲れてと思ってるけど、どうこれ、もう夜10時半どうこれようしゃべったやろこの人ただやけ口をするやつで、なんで詳しいんですか、夜間入ってる、うちの名前だったら綺麗ですいい人と思ってしゃべってるじゃん。これは知識は知識こそ金なりや、うん、知識武装とか、ね、君ワクチン打ったの、うん、なんか、真面目やな何にもない、まあそれはしょうがない。だってワクチンってみんなに聞くけど、うん、ワクチンって何のために打つ、重症化なんですね。重症化っていうよりワクチンっていうのは弱いコロナ菌を打ち込んで、ウイルスを弱いコロナにかけようと、だけど熱も出るし、あのまた再かかるときもあると、いろんな株があるけど、だけどそれによって仕事忙しいって熱さまし飲んではダメと、出る熱は出させて、まあ、40度超えたらやべえって言うけど、飲み水をふやけて戻らんけん、だけど38、39度出るとコロナにかかってない、だけどじっとしてご飯食べて寝ときゃいいんで、仕事しないからって熱さまし飲んだら熱って何のために出る、まあ、異常反応っていうか、ウイルスを倒すために熱が出ると。だけど、熱さましたら、その時は楽になっても、後からウイルスが、敵が増えるけ、後からきつくなると。っていう話で、君の言ってることはわかる。4月に、先に引っ越すのはわかるんだけど、今、クオリティオブライフ、喋っていたい、ちょっとした冷たいもの、汗物でいたいんだから、これは気に捨てて、4月に先に移動した時に、落ち着ける場所に、改めて、いろんなところで、セカンドオピニオン、サードオピニオン、うちじゃなくていいから、うちに相談せるよ、会社で、ではね、金ならないかって言うだっけ、あれ、先生、こういうやり方でどうですかね、フレンドになったと思って言うたいから、ね、来いやって言うだっけ、やけあの、まあ、軽くなら電話していいけどね、ただ、軽く聞いても、一応聞いてきたら、一つ聞いてきたら、10喋ってあげたい人間で、もう今、一つ喋って聞いて、もう10ぐらい喋る、やけ僕の提案は、ちょっと、一回、もう抜くの不安だなと思うなら、固定源がなくなるけど。奥の歯に負担必ずついてる、プラスチックでガードして、でも取れやすい、で汚れが詰まりやすい、ただ本当は抜くときにこの歯抜かないと口開いてるし、腫れたり傷んだら機械が入らないと。だけど抜いたら、その今何月、3月よ、4月に転勤したら、そのもう引っ越すことないやね、すぐ3年ぐらいは。だけどどっかいいとこ見つけて、で、なんかブリッジした方がいいんですよ。インプラントしてね、一本実施した方がいいんで、一本実施はしない方がいいよ。飲み込んじゃう。強引。針金がガチって引っかかるけん。ガム食べたり、もし食べたり、右の歯やけん。やっぱ右で噛むですよ。だから噛んだ瞬間、ポコって外れるんですよ。安いけど、飲んだらどうなると思う？取れんけん、物理的に。あの、海峡でもないけど、ちょっと外科手術じゃないかんけん。入れ歯はできるよって言われても、あの、ほら、入れ歯は材料代が安いけん、プラスチックで。銀歯よりは入れ歯を進めるかもしれないけど、本当はブリッジがいいけど健康な歯削りたくないし、人種なら、インプラントもいいけど金がねえって言うなら、あとで悩みって、ただそれをもう悩むと思うのは今日は、ずっとクエスチョンオブアンサーしてきたろ、うん、はいはい、日本語何、うん、答えだよ、ね、あれ聞いて答えた、それとも聞かんでも答えれた、いやー、でも答え、聞かんも答えられた。やけん、10人に2人答えて、まあ答えだけいいけど、質問と答え、いやいや、まあ、クエスチョンアンサー、質問して答え、会話成り立つやろ。ならもう一応今日は痛いできたろうけど、説明この知識だけ君から金取ろうと思ってないけん、あの説明だけで消毒だけで終わってもいいし、こんな範囲じゃないよ、夜やって、あのどれだけ取るかが勝負やけど、僕はもうそこの位置にはないと、もう患者さんに喜んでもらってネットにいいこと書いてくれるじゃん、宣伝効果影や目の前でアホまあいいや、そんな感じで、だけあとは今の話を聞いて、抜いたら必ず本当はした方がいい、でも上が上がってないけ、奥の歯まだ大丈夫やろって言うなら様子見とってもいいけど、歯抜いたら何らかしらのアクションを転勤した後した方がいい、でもあのちょっとしみるぐらいであれやったら、ちょっと本当は不潔になっちゃうんですよ、歯磨きできんけん。プラスチックを少しカバー、あの、同じ平行にできんけん、重いけんポーって取れるけん。カバーをかぶせるの、全周。わかる？だけど、刺繍ポケットが深かったら、カバーできないけん、歯磨きました。シミが少しは楽になると思う。